のティンクティンクアッチャアッチャは、沖縄本島南部の東方海上5キロに浮かぶ神の島久高島に行きます。ナレーションは野坂道夫です。楽しみ、ね、もう上陸、もう楽しいけどすでにこれだからよ、ね、やばい、海に行きたい、初めて来た、初めて、そっか、うん、地図があるよ、本当だ。周囲8キロの平坦な小さな島でおよそ238人の人々が住んでいます。こんな形だったんだ、久高島。ちょっと細長い島ですね。全然行きたいね。まずは徳仁願拝所に挨拶をしていざ島に入ります。ティンクティンクのみんな、入島協力金忘れないでね。わあ、めっちゃいい、ね、見て、海めっちゃ綺麗、ね、本当だ。あ、いいね、すごい晴れてるね、今日もしかしてこの港の横のね、うんうんうん、ちょっと小高い坂、うんうん、はいはいはい、登るだけ丘か皆さん、島では入ってはいけない場所がありますよ。それでは島内をちょっと散策してみましょう。なんか身長大きくなった気分になる、言われてみればね、うん、同じぐらいじゃない、セーブね、うん、そうだろ外の壁がさそうそう、ここは、はいはい、ウフチングチチントマイルって書かれてました。うわ、景色がいい、うん、ブルー、これ沖縄本島もね、見える、南城市が見えるね。あ、本当だ、近い、あれ近いね。何かちょっと、はい、うん、見えてきました。ここはですね、うん、はい、あの大里家と書いて、うん、ウプラトゥっていうところらしいんですけど、そうなんだ、なんかね、めっちゃいい感じじゃないですか、うん、だから見えない、ちょっと行きます、行きたい、ね、ウプラトゥは五穀の発祥の地として、赤摘とシマリバーの神様がここに祀られています。金粉がお、ありますね、お、わった、はい、ウチャクサンヤクトゥ、うん、はい、にじり、にじり、にじりから、いちょびいちょび、お、ぐびりさびら。琉球王朝第一尚氏最後の17代聖徳王と、この家の美しい国茶さの恋の物語が伝えられています。やっぱ久高島の歴史って奥深いですね、うん、奥深いね、ね、今から、うん、あの遺財法をやっていた、うんうん、あの現場場所があるので、うん、ちょっと行ってみましょう、うん、行ってみよう。久高島で12年ごとに行われる被災遺財法がありました。ここは旧11月15日から5日間に及ぶ祭りが行われた場所です。1978年を最後に遺財法は行われていません。お、ロマンスロードって書いてる、本当だ、こっちかな、こっちかな、あ、でもなんかロマンスに続きそうっぽいから行ってみましょう、行ってみよう、いいですね、ロマンスロード、ロマンスが生まれるといいですね。なんか気になるタイトルだね、ね、ロマンスロード、ね、ロマンス道、何かロマンスが生まれる、生まれるんじゃない、ハブに気をつけてよ、生まれたいな、ね、こう重なって、ね、あ、海の音がする、木漏れ日と葉っぱが最高、本当だ、海近いな、それがロマンスなんじゃない、あーかもしれない、自然にできたロマンスが、うん、うん、まだ夏季には早くちょっと見えるよ、ちょっと見える、多分抜けた先がロマンスなんじゃない、こっちも、うん、ここでもロマンス感じてるんだ、セイラさん、うん、もうロードでね、うん、ロードでか、そっかそっか
鳩のロマンスがちょっと来ます。ちょっと川は来なくていいよ、うん、こう道のりが長い。あ、ロマンスじゃん。見えた。素敵本当にやばいね、うん、超意外と真っ直ぐで海の落ちそうなぐらいのこのなんだろ、見晴らし、きれい、超きれい、そりゃここでな、愛を語りたくなるよ。うわぁ、うわ、綺麗すぎる。開放的。綺麗、ありえない。ここはもがけ。え、めっちゃ綺麗。うわ、綺麗。最高。うわぁ、砂まで真っ白だね。うわぁ、ロマンス。選ぶのが大変だね。だけどイラブー汁を食べますよ、私は。うまい、夏希リーダー。イラブー汁の香りと味、どんなものかちょっとね、待ち観てぃしてますよ。とってもお腹空いてるので楽しみです。久高島で食べる沖縄そば、楽しみです。もう念願かなって、初イラブーいただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。イラブーってすごいよ。なんかさ、足から足の底から元気が出るよ。本当、本当ですか。私も食べたかったな。久高島ゆいまーるの会のラビーさんに、島で採れた植物でガンシナ作りを教えてもらいます。ラビーさん、ありがとうございました。福地雄生さん、こんにちは。こんなに試食していいんですか。茎も一緒にいただくんですね。これが港の船着き場のサンゴですね。すごいですね。福地雄生さん曰く、島民 5% の努力によって船着き場のサンゴが生えたと話しています。ありがとうございました。見てください、このガジュマル。立派だね。すごいね。大きい。たくさんヒゲが出てるね。本当ね、太いね。またね、いっぱい豊かだね、なんか、うんうん、しかも、ね、絡みついてる感じがすごいね。なんかガジュマルってさ、うん、どこで見ても毎回感動しない、うん、する迫力がある、うん、すっごい圧倒される。なんかこの地を僕が守ってますという言わんばかりのガジュマルで迫力があります。よく見たらこの一本の木じゃなくて何本も絡み合ってこのね、一本に一体になってるんですけど、これまた神秘的ですね。このガジュマルはどのぐらい昔から生えてるんだろうなと思って、すごいロマンを感じました。なんか秘密基地にしたいなって思いました。久場群生をね、はい、歩いて、うん、今から、うん、久高島の一番北のカベール岬へ
向かっています、はい、これ熊の群生さ、うん、じゃすごいさ、うん、いっぱい生えてるの見た初めて見たけど後ろもだよ。だからずっと続いてるさ、すごい熊全部初めて本当に、ね、こんないっぱいね、なかなか生えてないよ、うん、ここだけじゃない、大きいね、そしてね、いい香り、すっごい長い、いい香りがするよ、この葉っぱ、茶色いところ、すごい、あ、めっちゃいい音、ねえ、サラサラしてる、サラ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 、うわ、大きいね、すごい、クバの葉っぱ、すごい、大きい、これ大きな扇が作れるんじゃない？ねえ、うん、クバ王子、ね、そうだね。ね、このクバの特性を生かして、うん、ミングとかね作ってるんですよね。うんうん、例えばクバ傘とか、ああ、はい、扇とか。綺麗。わあ、いいですね。好きじゃんみんなあの色。めっちゃ好き。さあ今回は久高島をあっちゃあっちゃしましたけれども、はいはい、うんうん、本当はですね、うん、あの見るところもたくさんあるんですけど、ね、今回は、まあ、このぐらいでということでですね、うん、はい、いろんなね体験もしたし、うんうん、できてよかった、ね、いろんなお話も聞けたし、うんうん、ね、とっても楽しめました、はい、皆さんもぜひ遊びに行ってみてください。それでは次回のあっちゃあっちゃどこに行こうかな、またね。今回のティンクティンクあっちゃあっちゃはいかがでしたか。神の島久高島は小さな島だけれども豊かで大きな自然を感じましたね。それではまた次回お会いしましょう。